さっきみたいな感じ、グッて握って、引っ張って、左フック、グッてやってやってください。そう。やるのもうまいんだけど、もう一回やってください。ゆっくり、ゆっくり。そう、今、ここ腕を開いてるもんで、ね、わかるわけですよ。で、そう、拳をじゃあ握らずに、ちょっとふわっと、そうそうそう、力抜いて、もう最初はそれでいいです。で、ビンタみたいな感じでやってください。ってやると、開いてないです。腕が引っ張ってないもんで、そうそう、その方が、うん。なんか全然、あの、腕、そう,そう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 、もうちょっとこう、 開いてもいいです。ぐーってやって、そういうこと、そういうこと、今、今の打ち方、今の打ち方。ばって、横に回転して、そうそうそう。そう。で、今、ちょっとこう、前かがみになってるもんで、ね、体は残して、こう、そうっす。胸を張って、そういうこと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 。で、そのいきなり横に振るのがバレるもんで、ね、さっき言ったみたいにジャブを僕の、うん、目の方を打って、戻す力で、でてやるとどうす打ちやすくないです。最初はピンターみたいなイメージがいいです。それでやると、腕開くのが、わかるじゃないですか。 そうっす。たーンターンそうそうそう。そういうことです。ね、なるべくこの腕を引いてるのはバレるもんで、ね、ほっぺたに手をつけといても、手、パーでもいいですよ。パーで、両方。両方パーで、打つときも、張り手みたいな感じで。パー。の方が伸びないっす。はい。拳グーにすると、ジャブって、あの、狭くなるんですよね。狭くならず。はい。なんで、最初はパーでいいです。そう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 。で、ね、パーの時に、腕引いた時に今、めちゃめちゃその、腕がこう、離れると買うから、バレちゃうんで。 そう、そう、しっかりそのまま回すときも顔につけたまま。左にま、そう、そう,そう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 。今みたいな感じで、そう、回すときも、うま、ん、い、うま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 い。それそれ。はい、はい、はい。で、今は、もう一個アドバイスさせていただくと、えっ、ー、と、ジャブ打って引くじゃないですか。で、打つじゃないですか。フック。で、そこ、そこ、そうそこで止めると、ストレート打ちやすくないです。ここから、そこからまっすぐ打てばいいだけなんで。はい、そうです、そうです。そう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 。その左フックが、 ここまで来ちゃうと、ジャブ打って、左フックこの辺まで来てください。ってやると、右ストレート打ちづらくないです。手があるから。<laughs> はい。なんで、ここに障害物があるわけなんで、ジャブ打って、ここで止めればいいじゃないですか。で、そっからストレートってやると、はい。右ストレート伸びやすいんで。であとは、体はあんまり入れんでいいです。右ストレートも。ゆっくりですよ。ジャブ、張り手の、パーン。で、そっから、軽くストレート。そう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 ,そう。腕もあんまり握りっぱなしじゃなくていいです。そうそうそう。なんか、掴みに行く感じです。 最後、つかむ。そう,そうそうそう。そう,うそういう感じ。あ、うまい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 。それぐらいの方が体止まっているんで。ジャブ、そう。で、パン。そう,そうそうそう。いいですよ。ジャブ、フック、で、ストレート。そういうこと、そういうこと。そうで、体を前鏡にあ,れはあんまりならないように。ジャブ、フック、ストレート。ああ、うまい、うまい、うまい。そう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 。今の上手ですよ。はい。さっきの、さっきの。いいですよ。ジャブ、 で、ストレート。ああ、まい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 、ジャブ、フック、ストレート。そう。で、ダブルもできるわけです。ジャブ、フック。ジャブ横でフック一回打ってください。ジャブ、フックで当てるとするじゃないですか。で、もう一回これで戻すって感じです。当てたやつを。で、もう一回フックって感じです。はい。で、やるとダブル。バーン、バン。今、ちょっとまだ腕で打ってたから、戻すしっかり。はい。で、腕をほっぺないつけたまま。ジャブ、フック、 で、また、ほっぺたに戻しに行って、フックって感じです。はい。あと、ダブルが打てるんで。あ、でも上手です本当に。初めてやのに。でででででもう一回、ジャブ。で、腰をひねるというか、フック、フックってやると、ちょうどお腹にも効くし、はい。ちょうどいい、あの、運動にもなります。<laughs> <laughs> そういうこと、ううこと、そういう <laughs> まあでも、これをやってもう一回ミットでやるんで、はい。じゃあ、今からミットやりますね。